はいどうもこんにちはこんばんはラウンズでございます。今日はですね久々の水汲みですよ水汲み最近1ヶ月半2ヶ月かな、まあ、言ったら3月ぐらいだったかな、2ヶ月ぶりぐらいかなに、いつものね水の駅オズルに行っております。あのいつもね何ていうのかな、217号線だったかな、あの和佐田の方から狭間の方に行って、で庄内かからの、 あのローソンのとこあるんですよ、交差点のね、ローソンのとこから曲がって、セリカワダムの方に向かいっていう感じのルートでいつも行っております。いやー久々だねこのルートを通るの年に6回7回8回とか、まあそんぐらいしか通るあれはないんですけども、今日はね本当ちょっと違う水汲み場行こうかなと思ってたんですよ。大分市っていうのはほとんどなんかその天然で、まあそれなりに有名なとこってなくて、でいろいろ見てたらやっぱ別府とか肘とかあの辺もあるみたいなので、まあ今度その辺も行こうかなと思ってたんで、今日行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと雨降り出したんで、やめまして、いつもの水の駅オズルの方に行っております。まあやっぱあそこがね安定してうまい。うん。普通に美味しい水がね。やっぱなんだろうね。なんか普通にコーヒー入れても美味しいし、あの水道水としてもね、もちろん普通水道水っていうか水道水の代わりかの、あの天然水としてずっと飲んでるんで、まあ買うよりは安いんですよね。買うと今いくらかな、天然水的な安くても70円ぐらいでしょ、2リッターで70円ぐらいか、2リッターとか大体ね1日で飲み干しちゃうんですよ、足りないぐらいです。あ、まあ、最近暑くなったからね。今もう車エアコン入れてるけど、今これ23度だ。23度か。今このプリウスの外気温のあれでは23度ですけど、市内の方とかもう28度とかあったんで、めちゃくちゃ暑かったんですよ。だからエアコン入れてるんですけど、本当になんか涼しいのかな。雨も止んだのかな。なんか踏んだり蹴ったりな感じもしますけど。まあ、そんなところで、今日はまあ、とりあえずは、いつもの、水の駅大鶴に行っております。昼間行ったことないんだよね、あそこ。水の、あ、やるかなくはないか。ただ、まあ、水の駅の近くというか、またお豆腐屋さんとかね、あの辺いろいろあるんで、昼間行くのも全然いろいろあって楽しいんですけど、まあやっぱ人がいないね、この夜に、深夜とまではないかな、今21時49分とかなんで、はいですけど、まあ、いつものところに行ってる感じでございますよ。はい。皆さん、いかがお過ごしですか？もう、私はもう最近、家の中もエアコンを入れております。まあ、というのは、最近ちょっと暑くて、家の中の気温が、だってもう28、夜で27、8とかなんですよ。で、もうなんだよ、昼間とか31度あって、で31度っていうのは、まあ人間はまあ大丈夫なんだけど、そのアクアリウムやってるから、そっちのアクアリウムの生態の方にもちょっと影響が出るかなと、いった感じです。水温も実際も 30度超えてたんで、これやべえと思って、で冷やす方法っていうのも確かにいくつかあるんだけど、このどの道ね、どの道いろんなファンとか買わなきゃいけないんですよ、アクアリウムの水温を冷やすにはね。でもそのファンも結構高くて、ちょっとでかいやつだと、で下げてもどうせ 2,3 度なんですよね。下げて、3度ぐらいかな。それでも結局ね、水温としては高いんですよね、アクアリウムっていうのは。まあ、コリドラス水槽とか、さっきの水温計出てたと思うんですけど、あれが、まあ、30度。コリドラスも、まあ、マックス26度ぐらいまでとか、なんですよ。で、シュリンプね。シュリンプ。ちょっとこっちの、ほとんど映ってないかもしれないけど、このシュリンプの方が、だいたい適正水温が23度とかなんですよね。だから30度とかもう、危険、みたいな。そう。だから、
ね、もうエアコン入れちゃうのが一番早いと、はい、いった感じです。いやー、まあああいうのはね、やってると管理が大変といや大変ですよ。まあ人間も暑かったですけど、はい、そんなところで、いやー本当暑い。あと最近はね、もう5号地も暑いね。釣り急に車の話で、釣りのアクアリウムの釣りやらの話ですけども、本当ね、5号地テトラがよく釣れてます。まだ動画ねアップしてない部分もあるんで、今後ちょっとずつアップしていきますけど、結構釣れてますね。いや本当ね、5号地ねよく釣れてるんですよ本当に。自分がね見に行ったのが夕方、もう6時過ぎか、もう最終時間ぐらいに見に行って、まあ、ポツポツね、釣れてる場所はポツポツ釣れてたかなっていう感じです。他がまあちょっと全然釣れてなかったって思ったんですけど、知り合いに聞いたら、いや5時ぐらいがみんな結構竿バンバン曲がってたみたいな感じで、なんていうのかな、やっぱこう、ちょうどこう、ブーブーじゃない、なんていうかな、食い気がある時間で、なんとかっていう、ね、最近あんまり地合いか、地合いがなんかパパッと来たみたいで、なんかその時間だけもうブワーって釣れてたとか、なんか午前中で10枚釣ったとかっていうのもあったみたいで、結構いい感じで釣れてたらしいです。はい。まあ最新情報で言うとね、こんな感じですね。いやー、あっち、23度、走行注意23度ですね。今この車でも22度表示してるから、だいたい合ってんのか。だから、釣り場に、ちょうど行った時っていうのかな、が、31度とかだったんですよ、本当に。この車の外気温計でも。で、それから夜は、ちょっと知り合いとかと話してて、30度のまんまみたいな。結構暑い時間でしたね、今日は。まあ、とはいえね、自分もちょっと2日前か、に行ったんですけど、餌取りとかコッパがすごい多かったんですけど、なんか全然今日はなんかそんないなかったし、アジも全然少なかったし、釣りやすかったですっていう話でしたね。まあ最新情報です、はい、というわけで、あんまりゆっくり行ってたら後ろから車が来ましたね。とはいえもう着くんですけどね。ああ、もう着く。あ、これなんか七色に光ってんな、左の方。なんだろう。はい、あ、ここ。あ、七色がなんとか言ってた。ここだわ。はい、着きました。よいしょ。まもなく水の駅や過ぎて、ここですね。自分はこっちのやっぱ古い方で組みます。よいしょ。はい、今日も大量に出ておりますね。はい、というわけで、水を汲んでいきたいと思います。はい、というわけで水を汲んで参ったところでですね、めちゃめちゃ今一瞬土砂降りだったんだけど、めちゃめちゃ雨降り始めましたね。急にどうしたっていうぐらい降っておりますね、これ。はい、なんというタイミングでしょう。あ、こうちょうど水入れるとこっていうのがちょうど屋根がないんですよね。水の駅側で、やれば、確か屋根があったんですけど、こっちがないんで、タイミングがあった。ちょうど車に乗せて、そろそろ出発するかと思ったら、ちょうどズワーッと降り出して、今の状況です。はい。さっきまで全然経ったのに、急だな。まあ、夜っていうか深夜から雨が降るとは言ってましたけど、まさか急にこんなタイミングで、めちゃめちゃ降ってくるとは、まあ、まさかまさかのですよね。というわけで、音は聞こえてる。あ、これもう今降ってない。あれもう降ってないんか。これシャーっていうのあれか。タイヤのあれか。水をシャーってやってる音か。そういうことか。ほぼ降ってないんだ。あー、なるほど。ちょっとリア周りもちょっと静音化しないとダメっぽいかな。なんかそんな気がしますね。もうなんか後ろの、なんて言うんだろう、水をシャーっていう、このタイヤの、なんだろう、ロード、
ロードノイズじゃないな、あの雨の音なんで、なんのウォーターノイズじゃないけどなんかその音が後ろからねすげえシャーって聞こえるんですよね。だからちょっとこれは、後ろの静音化をちょっと今後していこうかなという感じですね。すげえ聞こえるな。いや、なんか毎回ちょっと聞こえるなと思ってたけど、想像以上ですね。ちょっとカメラでは多分あんまり入ってないかもしれないけど、後ろのほんと水のシャーっていう音がね、めちゃめちゃ入っております。入っておりますっていうか、まあ、聞こえておりますね。だから雨が降ってるのかなって錯覚するぐらい聞こえてるっていう話ね。はい、というわけで、皆さんこれ、ちなみにですけど、皆さんこれ、この YouTube を見るときって何を、しながら見てるんでしょうか？何を。まあ、YouTube 見て、何をしてるとき、風呂入った後とか、飯食った後とか、多分いろいろあると思うんですけど、何の時に一番見てるのかなと最近、ちょっとね、気になったところでございます。自分はね、まあ今、もうテレビ、そうだな、テレビをもうほぼ見ないんでね、まあ動画で、YouTube も実際ほとんど見ないんですよ、ちなみに。いつもね、なんか Amazon プライムで、なんか適当にこう、昔のドラマ見たりとか、最近のアニメ見たりとか、ぐらいですかね。それ見ながら、次のなんか動画のネタを考えつつっていう、あと釣りの予定をちょっと立ててみたりとかっていうのをなんかもう日々そのまま毎日やってるっていう感じですね。でそれでもあっという間に時間過ぎちゃって、あもうこんな時間かっていう。あとまあ自分も編集がやっぱあるんで、その編集でもうあっという間に時間が過ぎますね。もうほとんど毎日、ほとんどっていうか、もうほぼ毎日やってますけど、これがやっぱね、2時間から3時間は時間どうしても取られちゃうんで、もうそれ終わって、ふーってなった時に、なんていうのかな、Amazon プライムで動画見ながら、もう次の動画の、なんかあれを考えてるっていう。釣りに行くのもそうですよね。天気見ながら、今度ここ行って、まあ最近は5号地があるんであれですけど、まあ、そろそろ磯にも行きたいなとか、なんかね、考えたりとか、磯に行くにしてもやっぱ天気とその休みの日を合わせなきゃいけないし、っていうので、ね、まあいろいろとこう、日々考えて過ごしてますけど、まあでも、だからまあ YouTube 見る暇がね、まあ本当の話ない。ゲームをする時間も本当ないんですよね、あんまり。ちょっと前にファミコンのファイナルファンタジー3を始めたんですよ。ちょっと前でも1ヶ月ぐらい経つか。1ヶ月、そうだね、1ヶ月前の時に3日4日連続でしようって、そっからやらなくなったらもう丸1ヶ月触ってないっていう状況になってるんですよね。なんだろうな、なんかゲームしてる時間があったら動画のネタ考えるっていう方に振っちゃうかなっていう感じです。まあ毎日投稿やめりゃいいだけの話なんだけど、なんかずっと続けてるんで、まあなんかそれがもうなんだろう、その自分の今の時間のこう軸に入ってるというか、まあそういう感じで、まあ毎日ね、ほぼ毎日かな。今のところ2019年の12月ぐらいから毎日投稿してるんで、もうどんぐらいかな、ちょうど1年半ぐらいかな、はもう完全毎日投稿の状態です。正月も年末も休まず、ゴールデンウィークにしろね、お盆にしろ1日も休まずみたいな感じで、まあ、ずっと来てますね。なんだろうね、まあ、週1休み取った方がいいのかどうなのか、なんかね、一時期その週1休み取ってた時あったんですけど、なんかあんまり変わんなくて、自分のルーティン的にはね、まあ、実際にはね、動画の編集が1週間で1本減るわけだし、なんかそのネタを考えるのも1本減るっていう風な
あれになるじゃないですか。でもなんかね、気分的には毎日投稿と1週間1本休みだと全然変わんない、気分的に全く変わんないんですよ。だからまあ結局毎日戻してずっと今ちょうど1年半か、1年半だからどんぐらいだろう、520日ぐらい、もうずっと連続でやってるんですね。すげえなそう考えるとすげえな、よくそんな連チャンでネタ考えれるよねっていう感じですね、今思うとね。まあそんな感じでね、いろいろとこう、まあ、毎日投稿っていうのはねすごい負担です。しかも一人でやってるんでね、全て企画からねやってるって考えると、もう労力が葉っぱじゃないんですけど、ただ自分まあ、ね、言っても独身なんで、動画で何回か言ってますけど独身だし、別に彼女もいないんで時間的にあるっちゃあるんですよね。で別に今そのゲームをめちゃくちゃしたいとか、なんかそっちの方になんかねあるわけでもないんで、なんか別に時間があるといえばあるんですよ。一人の時間しかむしろないかです。まあなんか今のね過ごし方が楽しいな、もうあれ今日何の動画なんだよなんか車のこと話そうかなと思ったら、なんか日頃の話になってるけど、まあそんなところですね。はぁまあね、ちょこちょこ彼女作れよとかね、なんかそういうのもあるんですけど、まあ出会いないよね、はっきり言って。出会いがない、あったところで今の自分の時間を取られたくないっていうのもあって、まあ矛盾してるっちゃしてるよね、そういう感じです。一緒とかに住んでたらもうだって時間が一緒に過ごすじゃないですか。でもその時は自分の時間が作れないみたいな、だからそれもなんか嫌なんだよね。一人が合ってんのかな、じゃあ合ってるかな。はい、というわけで、下の方まで降りてきました。ちょうど信号が変わったところか。はい、このローソンがね、入り口の目印ですね。これ何のローソンになるんだろう。庄内になるんかな、庄内か。ローソン上がっていくと、さっきの、セリカワダムの方に到着するっていう感じです。はい。というわけで、もう下まで降りてきたんで終わりましょうか。なんか今日は結局、なんか日頃の日常のなんか話しかしてなかったんですけど。はい。まあ、もうちょっとでね、プリウスも燃費が、燃費がっていうか、まあ、ガソリンなくなるんで、まあ、燃費のことについても、まあ、近いうちにまた動画出すと思います。はい。バッテリー満タンだね。やっぱ下りが長いんでね。はい。バッテリーも回復して、今のところ電子系っていうのかな、この、メーターに書いてる数字では 24.3 という、かなりね、いい燃費です。というか、下に降りてきたら雨が降ってない。道路全く乾いてるんですけど。お？さっきのとこだけ何？土砂降りだったってこと？まあ、そんな感じです。というわけで、今日は、まあちょっと、いつもの水汲みに久々に行ったというお話で、あと日常のことを話したと。はい。以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。